こんにちは。武器屋の店主のフランです。今日はジャンバ島が入荷されました。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。ゆうちゃん。うわぁ。それはもしかしてジャンバ島じゃないですか。そうよ。町の喧嘩屋から仕入れたジャンバ島よ。町の喧嘩屋？どうやって仕入れたのかについては触れないでおくよ。今日はジャンバ島について解説します。こういったジャンバ島のような巨大な剣は、フィクションによく登場します。私が知ってる中では、イデオンソードが一番大きいよ。例えば、ベルセルクのガッツが使ったドラゴン殺しや、FF7 のクラウドのバスターソードがあります。外見で有名な人たちだね。古い作品ですと、1970年代に、永井豪のバイオレンスジャックという漫画があります。この中で、スラムキングというキャラが、ジャンバ島を装備しています。そんな漫画があったんだ。いろいろありますが、ジャンバ島が有名になったのは、ルローニケンシンの影響が大きいのではないかと思います。サノスケが使っていた武器だ。そうね。サノスケが使ったことで有名になった武器です。漫画で初めて登場した時は、ジャンバ島のサノスケ、略してザンザと呼ばれていました。私の記憶が確かなら、サノスケが持っていたジャンバ島は、応仁の乱の頃の骨董品だったよ。よくそんなことを覚えているわね。手入れしてないから、切れ味はねえに等しいんだよ。漫画の中では、インパクトの割に、活躍の少ない武器でした。最初に剣心と対決した時に真っ二つにされちゃうしね。でも、アームストロング砲の砲弾を跳ね返したり、乾万人の旧無敵鉄鋼を破壊していたよ。漫画の中での説明では、敵将を馬ごと倒すために、戦国時代以前に作られた刀剣、とあります。でも、歴史上、ここまで大きなものはありませんでした。なかったの。大立ちという巨大な日本刀は存在しています。つかも鞘も全部含めて3メートルを超えるものもあります。3メートルって、でかすぎる。巨大な大立ちでも、サノスケのジャンバ刀ほど幅の広いものはありません。ルローニケンシンでは、話を面白くするために、誇張して巨大に描いたものだと思います。そういうことだったのか。そもそも日本にはジャンバ刀はありません。え、そうなの？昔、日本人がジャンバ刀と呼んでいた武器は、中国の武器のことを指していたのです。それがいつの間にか、大立ちとジャンバ刀が混同されるようになってしまったのです。なるほどね。そのあたりも含めて解説していきます。ジャンバ刀は中国の武器ですが、やはり、このような巨大なものではありません。なんと。でも、大きくないと馬ごと敵を倒せないのでは？鎧も装備しているし、馬ごと敵将をなぎ倒すのは無理ね。そっか。さすがに防御が硬すぎるから。仮に巨大なジャンバ刀が存在していたとしても、使いこなせる人がいません。筋力に曲振りしないと無理か。筋力に曲振りしても、ちょっと人間が使うのは無理ね。それから、このジャンバ刀ほど大きいと、作るのにコストがかかるわ。確かにこれだけ大きい剣だと、鉄の消費も大きいね。実際、ジャンバ刀と呼ばれた武器は、こういった長柄の武器でした。なんかこれって、薙刀に似てる感じの武器だね。うん、実は使い方も薙刀と似たようなものなのよ。向かってくる騎兵の馬の足を薙ぎ払うために作られたのです。そうなると、ジャンバ刀っていう名前も伊達じゃないというか、騎兵を倒すための武器なんだね。そういうことね。一番最初にジャンバ刀と呼ばれた武器は、漢の時代のもので、紀元前206年以降ですね。この頃は、ジャンバ剣と呼ばれていました。かなり古い武器だね。ジャンバ剣の名前の由来は、馬を切り倒せる剣ではなく、馬を切ることができる、鋭い剣、という意味だそうです。微妙なニュアンスの違いって感じなのかな。いろいろ調べていきますと、漢の時代のジャンバ剣は、王族や貴族の武器だったそうです。偉い人限定の武器なの。そのようね。これは、甲州の南越王陵博物館に保存されている剣で、皇帝の剣でした。ほほう、そんな古い剣が残っているとは。主に処刑用に使った剣だということです。こういった皇帝が使った剣を、中国では正方宝剣というそうです。正方宝剣は、日本語で、窃盗と言います。難しい言葉だな。窃盗は、皇族の宝剣で、大きな戦いや任務に出向くとき、天皇が将軍や指揮官に持たせる剣です。征夷大将軍や遣唐使などに持たせたそうです。なるほど。ジャンバ剣も、そんな感じの剣ってことか。うん。ジャンバ剣は、戦場で振るう、という情報は見つかりませんでした。儀式用、処刑用に使っていたということです。皇帝の宝剣じゃ、もったいなくて使えない感じだね。
漢が滅亡して三国時代になります。おう、三国志って言えばすごい斬馬刀みたいなのを振り回した人がいたような気がするよ。漢武が使った青龍偃月刀が有名です。それだよそれ。しかし偃月刀は三国時代にはありません。え、ないの？偃月刀が登場するのは宋の時代です。三国志が書かれたのが明の時代なので、漢武の英雄性を高めるために偃月刀を持たせたと言われています。そうだったのか。当時騎兵用に使われていたのが漢手刀という武器です。これは斬馬剣から派生し広く使われたということです。こういう武器だったのか。偃月刀のような形の武器を中国では大刀と言います。大刀が古くから使われていたという情報が散見されますが、調べていくと大刀が本格的に登場するのは唐の時代からです。唐の時代からなんだ。唐の時代になりますと騎兵用の白刀という武器が登場します。白刀？こういう長いの武器です。ああでもなんか佐之助の斬馬刀っぽい感じかも。そんな感じね。この白刀は形が2種類あるようで、細長い刀身と幅広の刀身のものでした。現存している白刀はなく、まだ分かってないことも多い武器です。残ってないのか、それは残念だね。この白刀ってやつも皇帝の剣なの？これは皇帝の剣ではなく歩兵の主力になった武器ね。騎兵との戦いに使われた武器なのよ。お飾りの剣じゃなくて実用的な剣ってことか。西暦751年、タラスカ藩の戦いが起こります。これは唐とアッパース朝が戦った大きな戦いです。アッパース朝ってなんだ？アッパース朝はイスラム帝国よ。イスラムの侵略の手が中国に？天下分け目の戦いと言われています。結果唐はアッパース朝に負けて、中央アジアの覇権はアッパース朝が手にすることになります。ああ、唐が負けちゃったんだね。この戦いの指揮官であった李氏業という人が白刀を使いました。タラスでの敗北の後、追撃してくるアッパース朝の軍勢を白刀部隊で食い止めたそうです。白刀が活躍したんだね。この李氏業という人は白刀を使って他の戦いでも活躍しています。唐の転覆を図った安楽山という人が反乱を起こしますが、この時もやはり白刀が活躍したのです。白刀は優秀な武器だったんだ。しかしこの白刀も失われていきます。唐の滅亡とともに失われました。強力な武器なのに失われるとは一体？白刀が失われた理由は断定されたわけではありませんが、次のように言われています。まずコストが高すぎた。やっぱり材料費がかかるのか。それから製造方法が失われた。うーむ、そんなに作るの難しそうには見えないけど。そして使いこなすのにしっかりとした訓練が必要。主にこのような理由です。ふむふむ、訓練とコストの問題か。唐の後、五代十国の乱世へ突入します。戦いの時代ってこと？いくつかの国が覇権を争った内乱ですね。この騒乱の中でコストの高い白刀は失われていったと言われています。安くて大量生産できる武器が求められたってことか。この乱世を終わらせて中国を統一したのがそうです。もしかして壺で有名な北宋ですか？まあそうね。ふわー、なんてことだ。宋は偃月刀などの大騎兵用の武器をいくつか製造しました。おう、これはすごいぞ。宋の時代の長い武器にはいくつかのバリエーションがあります。わあ、なんだかいろいろあるぞ。宋は北方から来る遼という騎馬民族を相手にしていました。強力な騎兵と戦うための武器は必須だったのです。なるほどな。でもいろいろ調べていくと、宋の時代に斬馬刀と呼ばれた武器があります。こういう武器です。これってさっきの三国時代の剣に似ているね。宋の時代、これを斬馬刀と呼んでいたようです。これが斬馬刀だと。この斬馬刀は全長で 1.2 メートルくらい、刀身が90センチほどあります。かなり大きい剣だ。西洋の両手剣くらいあるね。この斬馬刀が宋で大量に生産されて軍に配備されました。偃月刀などは作るのにコストもかかるので、斬馬刀が一番使われたようです。そうなんだ。しかし宋は軍事力があまり強くなかったので戦いで苦労します。弱かったの？最初は学問で国を統治しようとして、あまり軍事に力を注ぎませんでした。改革を進めましたが反対する勢力も多くて国は混乱したのです。揉めてる間にやられちゃったのかな。しかも宋が戦った領や金は
当時、世界最強と言ってもいいくらいの騎兵戦力を持っていました。武器だけで勝てる相手ではなかったのです。いくら強力な武器があっても、練度が低ければ負けるんだ。銀の時代には、円月刀のような武器は一般的となります。技術レベルも上がってきたんだね。円月刀は重かったようで、この絵の左下の光蓮刀という武器が一般的に使われました。超ゴールデン中華三昧とか使えそうだよ。明の次の秦の時代になっても、こういった武器は使われ続けます。息の長い武器なんだね。明の時代は、倭寇との戦いがあったので、日本刀に影響を受けた武器が登場します。馬刀や明刀と言われている刀剣です。馬刀術で使う剣じゃないですか。これらも残馬刀の一つとして見られているようです。この絵に、残馬刀ってしっかりと書いてあるもんね。いろいろと調べてみましたが、残馬刀には、刀のような残馬刀もあれば、円月刀のような残馬刀もあったのです。とりあえず長ければ残馬刀、みたいな感じかな。そうなると、結局残馬刀って曖昧な武器じゃない。中国での残馬刀の定義は、特定の武器を指すのではなく、大きなカテゴリーの一種のようです。騎兵を足止めできる武器であれば、すべて残馬刀と呼んでも差し支えなさそうですよ。騎兵殺し、キャバルリーキラーってことだね。薙刀を残馬刀と呼んでも、あながち間違いではないのか。日本で残馬刀と勘違いされる大太刀についても、簡単に触れておきます。めっちゃでかい日本刀のことか。実際、3メートルを超えるものが実戦で使われたことはありません。実戦で使われた大太刀は、だいたい 1.2 メートルから 1.5 メートルくらいのものです。宋の残馬刀と同じくらいのサイズだ。大太刀は、歩兵用の武器ではなく、騎馬武者の武器でした。振り回すのではなく、馬が走る推進力を乗せて攻撃する武器だと言われています。ふむふむ、騎兵突撃みたいな、そういう使い方か。馬上で使うので、馬の足を払うのは、やりにくいと思います。馬の首を狙うのか、敵飛車を狙うのか、どちらかでしょうか。大太刀で残馬するのはやりにくい。当時は、馬の足を払うための薙刀が、歩兵の主力武器でした。薙刀なら、確かに残馬できる。ただ、大太刀は、歩兵が使いやすいように、柄の長い中巻きに進化したと言われています。もし残馬刀と呼ぶとしたら、中巻きや薙刀がふさわしいように思えます。ふーむ、確かに。残馬できる能力が高いものを残馬刀と呼んだ方が分かりやすくはあるね。ただし佐之助、てめえはダメだ。そんなこともないと思うけど。武器屋のお姉さん。今回は佐之助の素材を作るのにかなりの時間を要したという問題が一番大きかったです。スラムキングの質が低すぎる件について詳しく聞きたいよ。スラムキングよりもドラゴン殺しの方が時間かかりました。これ3分くらいで書いたやつでしょ。残馬刀の解説は情報量が少なくて難しいかなと思っていましたが、しかし実際に調べたら掘れば掘るほど出てくるので情報が多すぎて逆に大変でした。やっぱりやってみないとわかんないんだよね。佐之助の話だけで5分くらい尺を取ろうかと考えていましたが、必要なかったですね。それ残馬刀ほとんど関係ない話になるよ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。ボイキャスもよろしくね。